スキンタイプ別、天然成分で作る角質除去剤。角質除去剤には様々なものがありますが、肌タイプによって使うものを決めましょう。ただし、科学的成分が含まれるタイプは常に遠ざけ、その代わりにナチュラルなものを選ぶようにしましょう。ベストな角質除去剤を正しく使用することで、 お肌の状態をぐーんと良くすることができます。角質除去は、不純物を除去するとともに、糖をアップさせて針のあるお肌にし、お肌のターンオーバーを促します。本記事では、あなたの肌タイプ別に、天然の成分から作る、ベストな自家製の角質除去剤をご紹介していきます。角質除去剤の例。まず、 2タイプの角質除去剤を区別する必要があります。ゴマージュタイプ。ゴマージュタイプは、粒状のテクスチャーが特徴で、お肌をマッサージすることで、死滅細胞の除去を促します。これは、角質除去剤のみで簡単に使うこともできますし、アロエベラジェル、あるいは植物オイルといったクリーミーな成分と混ぜて使うこともできます。 ケミカルタイプ、ケミカルな角質除去剤は酸を使って採用します。このタイプには、フルーツや野菜の酵素からできた、スムーズでナチュラルなタイプのものもあります。この使い方は、角質除去剤をお肌に塗布して、それが乾くまでそのままにし、あとは水で洗い流します。どちらのタイプも効果的で、異なるスキンタイプに効果を発揮します。 一般の化粧品コーナーで販売されている自然由来ではない科学的な角質除去剤は避けることをお勧めします。その理由はそうした製品は長い目で見ると私たちのお肌にとって危険な可能性があるからです。またその多くは分解しないため環境に悪影,影響を及ぼしかねません。 肌タイプ別最適な角質除去剤。以下を読んで、あなたにとってベストな角質除去剤を発見してください。角質除去は、毎週行ってもいいですが、お肌がドライか敏感肌なら、隔週がいいでしょう。ドライ肌。ドライ肌は、角の乾燥と早期シワ対策のために、朝晩ともに、 深いレベルへ浸透する保湿が必要です。ドライ肌は、大抵は、とても美しい肌ですが、ダメージを受けないよう、ケアする必要があります。ドライ肌の場合は、適切な角質除去剤を選ぶのが、極めて重要です。なぜなら、大半の角質除去剤は、このタイプのお肌をさらに乾燥させてしまうからです。 あまり作用の強すぎない、パイナップルのような酵素角質除去剤の使用をお勧すすめします。皮を剥いた、輪切りにしたスライスか、あるいは、皮の内側だけを使ってもいいでしょう。もし皮膚にすり傷や、空いた毛穴がある場合は、少々かゆみを伴う可能性があります。ホイリー肌。ホイリー肌は、 即座に効果を実感できたとしてもすぐにやめず、角質除去剤を周囲で使用し続けることがとても重要です。そうすることで、肌はソフトな食感となり、テカリを除去します。余分な油分を除去するのに、ベストな角質除去剤は、海炎ですが、お肌に使用する場合には、細かな粒子タイプの使用をおすすめします。海炎は、 お肌の深くまで洗浄すると同時に、ミネラルと微量元素を補います。混合肌。ドライな部分とホイリーな部分があることで特徴づけられる混合肌タイプの場合は、お肌を乾燥させることなく、油分のバランスを取るのを助ける中世タイプのフェイシャル角質除去剤が必要です。混合肌のためのベストな角質除去剤は、お砂糖です。 粒子の細かな、サラサラタイプの純粋な敬遠シュガーを使いますが、お好みで、エキストラバージンココナッツオイルを数滴混ぜてもいいでしょう。敏感肌。敏感肌の場合は、ドライ肌と一緒です。必要なのは、ベストな角質除去を促す適切な製品による定期的な角質除去ですが、やりすぎは禁物です。 このケースでは異なる酵素を選択しましょう。トマトは驚くべきお肌に役立つ成分を含有しています。トマトは日焼けの際にも極めて有効です。エイジング肌エイジング肌は大抵シワや濃いシミというトラブルにさえなまれているものです。こうしたトラブルは お肌の外皮のターンオーバーを助ける角質除去剤で撃退することができます。それによって、より針のある、よりトーンが均一な、明るい肌色にすることができます。エイジング肌の角質除去には、アラガ酸化作用成分、レスベラトロールを豊富に含む、グレープシード、ブドウの種子のぶしたものをおすすめします。グレープシードを、 お肌に塗布後、数分間パックしてください。ニキビ肌。ニキビ肌は、お肌の pH バランスをアルカリ性にするのを助け、感染を撃退する角質除去の方法が必要です。これに役立つのがベーキングソーダです。効果を倍増させるために、数滴の T3 エッセンシャルオイルを加えてもいいでしょう。